あ、皆様、こんにちは。阪大の岩井です。本日は、真田さんより複雑運動情報処理の新規基盤というタイトルで、ランチセミナーを行っていただきます。では、よろしくお願いいたします。はい、岩井さん、ありがとうございます。関西医科大学の真田です。前回はこちらのネットワークの不調で、延期になってしまい申し訳ありませんでした。で、今日は、私がここ数年やっている、複雑運動情報に関しての、結果をご紹介したいと思います。で、今、川が流れている様子がビデオで流れていると思うんですが、私たち日常生活で様々な運動を目にすることがあります。まあ、ボールが飛んでいったりとか、電車が動いたりっていう物体の運動もありますけども、このように川がどちらに流れているか、水がどのぐらいの速度で、どのぐらいの粘性で流れているのかっていう情報も処理することで、運動による質感の情報処理が行われていると考えられます。で、このような運動の中には、局所的には様々な運動ベクトルが配置されていることがわかります。で、それもある一定の規則を持って行われている場合もあるし、ランダムに行われている場合もあります。で、この運動ベクトルの空間的な情報を使って、物体の質感の情報処理が行われているのではないかというふうに考えられます。で、脳の中の視覚システムでは、主に2つの経路で情報が処理されているというふうに信じられています。物体視経路と言われる、複側側の経路では、色や形、もしくは、近年ですと、光沢感であるとか、テクスチャーの情報処理がされていると考えられますし、配側経路の方では、運動情報であったり、奥行きに関わるような情報が処理されているということが知られています。で、運動に関しては、ハブ的なエリアである MT 野がよく知られています。で、質感情報と運動情報の両方がないと、運動による質感の情報処理っていうのはされないと考えられるんですが、そのような、両野に該当するのが FST 野ではないかというふうに私は考えています。で、FST 野は、複側経路と配側経路、どちらの情報ももらっているという特徴があります。で、場所も、STS、スーペリアテンポラルサルカスの MT、MST のすぐ隣にある、場所が複側、FST と呼ばれる領野です。で、この先にはどういう領野があるかというと、バイオロジカルモーションや、マルチモーダルの情報を処理する、STP と呼ばれる領野が、FST の先にあることが知られています。で、まず、運動情報処理が MT 野でどのように行われているのかということは、多くの方がこれまで研究されていてよく分かっているんですが、視覚の運動情報処理の研究でよく使われるのが、この左上にお見せしているようなランダムドットモーション、ランダムドットキネマトグラムと呼ばれるもので、すべてのドットが同じ速度で同じ方向に動く刺激です。で、ここには空間的な情報っていうのはなくて、ドットがランダムにパッチの中に埋め込まれています。で、このような刺激の運動速度や方向を変えることで、それぞれのパラメータに対する応答強度を測って、チューニングカーブを書くことができます。左側にお見せしている、この真ん中ですね、お見せしているのが、ある MT 野のニューロンのスピードに対する選択性。右側が、運動方向に対する選択性。どちらも同じ細胞から、持ってきているものです。で、この細胞に関しては270度、ここでは下方向270度というふうに定義していますが、下方向で比較的遅い速度に対してよく応答する細胞ですが、MTR の中には違う運動方向や速度に応答する細胞があって、これは機能構築学的に、これは脳の一部を切り出したものだと考えてもらっていいんですが、コラム状に並んでいるというふうに考えられています。
で、このように MT 野の研究では、運動方向選択性、もしくは速度選択性があるということはよく知られているんですが、じゃあ空間的な運動情報の空間的な配置に対してどういう研究があるかということをお話しします。で、これはちょっと古い研究なんですけども、ある MT 野細胞から記録していると考えてください。で、0が最適な運動方向だと思ってください。で、最適な運動方向に対してよく応答する運動方向選択性曲線、チューニングカーブをプロットします。で、刺激はどういう刺激だったかというと、受容野の中にはランダムドットキネマトグラムを提示して、受容野の外は、動きのないステーショナルなドットパターンが提示されている状態です。で、このような神経細胞に中心、受容野内には最適な運動方向の刺激を与えて、周辺の運動方向だけを様々に変化させた場合にどうなるかということを調べたのが右側のプロットです。で、この場合は、最適な運動方向が受容野内にも受容野外にも提示された場合には、抑制的に活動が抑えられるということが読み取れます。で、それに対して最適な運動方向と真逆の運動方向に刺激が提示された場合は、より、高い興奮が得られるということがわかります。で、これは運動方向特異的な、周辺抑制が MT 野では起こっていると考えられます。で、つまりある種、MT 野細胞であっても空間的なパターンに対しての感受性があるということが、ここから読み取ることができます。で、MT 野だけでこういうことが起こっているわけではなくて、実は、左側、上半分の図。これは V2 野の、研究から持ってきたものですが、V2 野でも全く同じ系の研究、刺激を使って、周辺抑制が見られる。で、しかもそれは運動方向特異的な抑制が見られるということが、報告されています。で、ランダムドットモーションではありませんが、V1 野であっても運動方向特異的に周辺抑制がかかるということが、グレーティングを用いた中心周辺刺激によって調べられています。で、ただ、V1 野の細胞の場合は反対方向の運動ではなくて、最適な運動方向に対して直行するような刺激であると抑制が弱くなるということが分かっています。じゃあ、中心周辺の、関係というのは、どのような機能に役に立っているのかという研究を一つご紹介します。で、この研究では、運動方向の空間的な配置をパターンを速度の勾配で表現しています。で、速度の勾配で表現することで、例えば下側が速い速度で、上側のドットが遅い速度だった場合っていうのは、奥行き方向、上側が奥になるような傾きを表現することができます。で、その方向を変えることで、ティルトを速度の勾配のみで表現して、神経細胞の選択性を測った研究です。で、この細胞の場合は、左下が奥に傾いている、ような傾き刺激に対して感受性があるということが分かります。で、一番右側は傾き選択性をインデックスで、定量化して、それに対して周辺抑制がの強さをプロットしたものです。で、1に近づくほど、ティルトセレクティビティインデックス、横軸の値が1に近づくほど、3次元的な傾きに対する感受性が強いということを表しています。で、そのような細胞というのの多くは、周辺抑制が強いものが多かった。
まり3次元的な形状の、符号化に中心周辺抑制が、効いているのではないかということが、この研究ではクレームしています。で、その他にいくつか複雑運動に関係した、研究のご紹介をしたいと思います。この研究では、複雑運動刺激を、6つのパラメータで表現して、それを時間的に変化させるような刺激を、見せます。まあ、うにょうにょうにょっとこう運動パターンが変わるような刺激ですね。で、それに対してリバースコリレーションをかけてカーネルを特定するということをします。で、そうするとこの MT 野の細胞は受容野中心に速い速度が提示されたときにもっとも応答して、そのパターンも、少しカーブするような刺激だったということがここから分かります。で、これは普通の、空間的なパターンのないランダムドットキネマトグラムを測っただけでは、まあ、分からないんですが、このような複雑運動刺激を使うことで推定ができます。で、彼らはさらに、運動エネルギーモデルを改良したモデルフィッティングによって、興奮と抑制のカーネルの推定も行っています。で、これはご紹介する研究の最後なんですが、別な、2013年の研究では、ブラウン運動するようなランダムドット運動刺激を提示して、同じように方向選択性と空間パターンの関係を調べた研究です。で、個々のドット、そんなにたくさんのドットが出てるわけではないんですが、各ドットが、まあ、ブラウン、別々な方向に運動していって、で、ブラウン運動をしています。で、刺激全体をグリッドで区切って、ある時間に着目したときに、どの運動方向に刺激があったのかということを、まあ、ここでは、ポーラープロットで示しています。で、ここでは速度情報っていうのは全部表されていません。運動方向だけです。で、こういう刺激のそのパラメーターが時間的に様々に得られるので、それに対してスパイクとの相関をとって、空間、グリッド1ごとに方向選択性をプロットしたのがこちらです。赤が興奮性、青が抑制性の応答です。で、これを使うことで、空間1ごとに最適な運動方向っていうのが分かります。で、この研究では、まあ、例えば RMT の細胞だと、受容野がここにあって、受容野はこの場合だと右下方向に運動したときによく応答するような細胞。これいわゆるよくあるような MT 野の細胞ですが、で、このような細胞だけではなくて、空間1ごとに運動方向選択性が違うような細胞がいるんだということを、示しています。で、例えば受容野内の左上方向は、斜め上方向の運動によく応答したし、それに対して右下側は、斜め右下方向の運動であったらよく応答した。で、ここを拡大すると、ここのグリッドの運動方向っていうのは左上ですし、ここのグリッドの位置っていうのはもうほぼ右方向の運動だということがわかります。つまり運動のコンビネーションに対して応答するような、細胞がいたということがこの報告からわかります。で、これまでは MT 野の研究の紹介をしていましたが、FFT 野はどのような研究があったのかというお話をします。FFT 野で行った研究っていうのはそれほど例はなくて、知ってる限り、電気生理学的に、チューニングカーブを測定したっていうのは2例だけ、です。で、そのうちの1つがこちらで、この研究では普通に運動方向選択性を FSTR の細胞で測った
ものをここでは3つ示しています。 MTIA ではスタンダードにはある方向のみに応答する細胞が多かったんですが、この FSTIA では二方向性の運動方向選択性が示された細胞っていうのがそれなりの数いました。で、さらに、例えばこの細胞ですと、右下と、左上のどちらにも同程度の強度で応答を示した細胞ですし、右上のポーラープロットでは、右上方向と左下方向に対して最適な運動方向が観察された細胞です。で、1トライアルに1つの運動方向のみ提示される刺激を使った実験の後、彼らは反対方向の運動が同時に提示されるトランスパレントモーション、透明面を想起させるようなランダムドット運動を使って、その運動方向をぐるっと回して、同じように応答を測ったところ、FSTIA の細胞では応答強度が上がったということが観察されました。で、同じ実験を MTIA でやっても、トランスパレントモーションに対する応答っていうのはむしろ減弱するということが示されていて、FSTIA と MTIA では応答のパターンが違うのではないかということが考えられます。また FSTIA では、運動方向に対して非選択的な細胞も観察されました。で、非選択的ではあるんですが、運動に対してはよく応答します。ですので、いろんな運動方向に対して応答する細胞が FSTI になると出てくるようです。で、次の研究は、ストラクチャーフローモーション、運動によって定義される3次元的な形状に対しての応答を測ったものです。で、ちょっときれいに見えるかどうかわからないんですが、左下に見えている刺激は、ドットパターンのうちの一部、真ん中あたりが、と、その上下が常に反対方向に動くようになっています。で、これで、方向を定義して、リッチオリエンテーションというふうに彼らは呼んでますが、その方向を、方位ですね、方位を、変えて、ニューロンの方位に対しての応答を測ります。すると、この細胞では、速度のみ、運動のみで定義されるような物体形状が、斜め方向に傾いているときによく応答するような細胞が FSTIA にはいるということが示されています。で、ここまでを踏まえると、MTIA であっても、中心周辺抑制で表現されるような、運動ベクトルの空間パターンに対する、感受性がありますが、MTIA の応答をさらに組み合わせたような複雑な運動情報の表現が FSTIA で行われているんではないかというふうに考えることができます。で、そこで、西田さんたちのグループが2015年に発表した、運動ベクトルの空間連続性が液体らしさの知覚判断と相関するという研究を、電気生理実験に持ち込みまして、このような刺激を使って MTIA および FSTIA の、運動ベクトルの空間パターンに対する感受性を調べています。で、ここでは2種類の刺激が提示されています。で、1つは運動ベクトルの空間連続性が低いもの。もう一つが空間連続性が高いものです。で、2種類の間の違いというのは空間パターンの違いであって、入っている要素っていうのは全く同一になります。例えば今見ていただいているのは、さらさらと下方向に運動していますが、次に今見せている刺激はどちらかというと、真ん中あたりがドロッと、ある粘性を持って液体っぽく下に落ちていくようなふうに知覚されるのではないかと思います。で、このような刺激を使って、運動ベクトルの要素は同じだけども空間パターンが違うものを用意して、それらの
間でのニューロンの応答強度に違いはないかということを調べています。で、覚醒状態の猿に、中止点を注視するようにトレーニングしておきまして、あらかじめ測っておいた受容野状に、16×16 のグリッドに小さなランダムドットパッチを提示した刺激を見せます。で、刺激の作り方をここでは、ご説明します。で、左側の、図は運動方向と速度のパラメータを示しているものです。右側の図は、その空間的な位置だと思ってください。例えば、ある速度、比較的遅い速度が270度下方向の運動をしているものがあるとします。それを空間的にこの位置に、配置してやります。同じ運動速度ですが、速い速度を、これランダムにこの位置に提示するということをします。運動方向が変わると、運動方向もここでは変わったものが、空間的な位置はここではランダムですが、に提示されます。で、これを乱数を発生させることで、運動方向と速度のノイズ分布を作ってやって、それをランダムに配置したものがこちらです。で、ここである空間位置の運動ベクトルとその周辺との微分を取ってやるということをして、離散ラプラシアンを計算するということをします。で、それを全ての位置に置いてやって、計算した上で、その平均を、記録しておきます。で、その次に、ランダムに2つの位置の運動ベクトルをピックアップして入れ替えるということをしてやります。で、それで先ほどの計と同じ計算をして、ラプラシアンが低くなればアクセプトして、それをひたすら繰り返すということをします。そうすると、最終的には同じ場所、近い場所には似た運動ベクトル、運動速度や方向の要素が集まってきて、離れるほど違う運動パラメータの刺激が集まることになります。で、同じ図ですが、初めに乱数を発生させて、ランダムに配置してやって、ラプラシアンがより低くなる、空間連続性が高くなるように計算をしてやると、最終的にはあるパターンを持ったような運動ベクトル刺激ができます。MTR の細胞の運動方向選択性と速度選択性をここで示していますが、例えばこのような細胞であれば、ある運動方向で速度に対して応答するわけですから、この要素が含まれている刺激であれば、同じように活動をし、発火するはずですから、上側の、ノイズパターンのような刺激であっても、下の液体粘性に近いような刺激であっても同じように活動するはずです。で、ラプラシアンレベルというふうにここでは定義してあって、ある方向でラプラシアンレベルが8段階の刺激を作ってやります。で、個々の運動ベクトルの方向をぐるっと回してやることで、運動方向に対してのパラメータも作ってやります。これでディレクションとラプラシアンの刺激軸を作成します。で、繰り返しになりますが、例えばこのようなニューロンの場合は、この8段階どれに対しても同じような強度で応答するだろうということが予想できるわけです。で、例えばそのある刺激に対して応答したとします。で、あるラプラシアンにだけ応答したというような細胞が見つかったとします。で、ただその場合の批判っていうのもあって、ローカルに受容野内に速い速度があったからたまたま発火したんじゃないか。これは空間パターンではなくて、ローカルな運動方向や速度に対しての応答なんじゃないかという批判があると考えられるので、この計算を、たくさん繰り返して、ここで150パターン、空間パターンの刺激をあらかじめ用意するということをします。で、予想としては、典型的な MT 野の細胞であれば、運動方向選択性
はあるけども、液体らしさに対する、空間パターンに対する選択性は低いと考えられるので、縦に伸びたようなパターンになるし、FSTR のような運動方向選択性は低いけども、もしかしたら運動に対するパターンに応答するような場合っていうのは、リサンダープラシア、特定のリサンダープラシアのみに応答するような細胞があるんじゃないかということが仮説として考えられます。で、ここから電気整理実験の結果になるんですが、電気整理実験ではあらかじめ常夜を特定しておいて、コンベンショナルなランダムドットパターン刺激を使って、初めに速度と方向に対する選択性を、測っておきます。この細胞の場合は、上方向に速い速度で刺激が提示された場合によく応答しました。そしてその最適刺激を使って受容野もあらかじめ計測しておきます。で、次に150パターン分の刺激を持っているので、ラプラシアンが一番低いもの、つまり液体らしさが最も高いものという言い方もできるかと思いますが、の刺激を150パターン分見せて、それに対しての応答を測っておきます。で、これ何がいいかというと、よく応答したような刺激に対して、この後の実験をすることができる。で、そのために、初めに、どの刺激パターンがいい、このニューロンにとって最適なのかということを見えます。で、上位2つプラス、どこか真ん中あたりから2つ程度、刺激を選んできて、その刺激パターンを使って、運動方向とラプラシアに対する選択性のマップを測ります。上の1次元のチューニングカーブっていうのは、この2次元のカラーマップをそれぞれのラプラシアンレベルでプロットしたものです。で、この結果は、パターンが例えば91番、138番、23番、45番と、どれかが上位2つで、どれかが、それ以外だと思うんですが、空間パターンが違うもので、このラプラシアンディレクションに対する応答特性というのはどのように変わるのかということも確認できます。で、定性的に見ると、どれも90度の運動方向選択性、つまり上方向に対しての運動方向選択性が強くて、空間パターンに対しては選択的でない。で、それがどの空間パターン刺激であっても同じように、見られます。で、同じ細胞の、4つの刺激パターンに対する応答の平均を示したものです。で、ここでは仮説が縦に伸びてるか横に伸びてるかっていう、ことを仮説として挙げていますので、縦に伸びてるとしたら、縦方向に切った時にフラットになるし、横方向に切った時にはきれいなチューニングカーブが得られるだろうと考えられるので、それぞれでディスクリミネーションインデックス、右側で定義されるのはディスクリミネーションインデックスを計算してやります。まあ、DEI の説明は、ここで省きますが、ディスクリミネーションインデックス DEI が1に近いほどきれいなチューニングカーブであって、DEI が0に近いほどフラットな、まあ、ノイズに埋もれてしまうような応答だったというふうに解釈できます。で、それを、MT の細胞全てにやるんですが、MT 野であっても縦に伸びたようなパターンが出るとは限りません。運動方向選択性があって、なおかつ空間的には連続的な刺激の方がよく応答したという細胞も一定数いました。で、この場合は、DI はどちらも高いということが結果になります。では、FST 野ではどういう細胞がいたのかというと、FST 野でも縦に伸びたようなパターンもあれば、運動方向選択性でかつラプラシアンレベルが低いもの、空間連続性が高い刺激に対してよく応答したタイプの細胞がいました。で、これに加えて FST 野で、少数ですが観察されたのが、まず、コンベンショナルなメソッドで測った運動方向選択性が、運動方向選択性が見られなくて、ですが、速度選択性はあるというような細胞です。で、こちら、受容野マップです。この細胞にラプラシアン刺激を提示してやると、運動方向に対しての応答は、に差はないんですが、ラプラシアンが低いほど、つまり空間連続性が高いほど応答するような、横に伸びたようなパターンが観察されました。
こちら平均したものですが、この辺が高い音を示しているということが分かるではないかと思います。で、この場合はピークを取ってきて、縦と横方向にそれぞれ切って、ディスクリミネーションインデックスを計算するんですが、縦に切った時の DI が高くて、横に切った時の DI が低いという結果になっています。ですので、初めの仮説としては、縦に伸びたか横に伸びたか、伸びるようなパターン、どちらが観察されるだろうということを、まあ、命題にしていたんですが、どちらも観察されました。で、それ以外に、ホットスポットがあるようなパターンがあって、MTR では左側の2つのパターンが観察されましたが、FSTR になると、一番右側のようなパターンが出てくるという結果になりました。で、先ほどのディスクリミネーションインデックスをポピュレーションで見てみようということで、ディスクリミネーションインデックスをプロットしてみます。で、縦に伸びたようなパターンというのは、ディスクリミネーションインデックスの横に切った側の方が高くて、縦に切った側の方が低いわけですから、右下にスキャッターするはずです。で、横に伸びたような場合っていうのは逆の関係にあるので、青色で示したような場所に分布するはずです。で、ホットスポットがあるような、ピークがあるようなパターンというのは、どちらのディスクリミネーションインデックスも高いので、この黒のドットで示したような場所に分布すると考えられます。で、実際の結果というのは、MTR では縦に伸びたようなパターンと、ホットスポットがあるようなパターンの2つしか観察されなかったので、赤色と黒色のシンボルで示すようなデータしかありませんでしたが、FSTR に行くと、青いシンボルで示したような横に伸びたようなパターンが観察されました。で、最後にですね、需要やマップの解析を、ちょっとこれは前回もお見せしたと思うんですが、します。で、あらかじめ150パターンに対する応答を測ってあります。で、上位10位がどのようなパターンだったのかっていうのをここで示してあります。ちょっと小さいので見にくいかもしれませんが、色が濃いところっていうのは矢印の長さが長いので濃く見えるわけです。ですので、このグリッドの真ん中あたりに速い速度が来ているような刺激が多かった。で、それに対してワースト10は、この刺激の真ん中あたりには、速い速度の刺激っていうのはないようなパターンが多かったんですね。で、この特徴を、リバースコリレーション的に、解析することで推定できないか、需要の構造を推定できないかということをやりました。で、具体的にどうやったかというと、あるグリッドの中にある刺激の速度の、パラメーターを持ってきて、それに対して発火頻度で重み付けをしてやるということを繰り返します。そうすると最終的に出てくるのはこのようなパターンで、ある空間位置ですと遅い速度に対して、細胞が応、えーと、これが FSTR の細胞ですが、が応答したと。で、これをいろんな空間位置でやった結果がこちらです。で、例えば真ん中あたりっていうのは速い速度に対して応答していましたが、少し上側に行くと、神経細胞の活動を誘発した平均的な刺激度というのは遅い速度に偏っていたと。で、これは他の細胞でもの結果ですが、こちらでも解析ができて、速い、真ん中あたりの速度が、このグリッドの中心あたりにありますが、遅い速度が上側に見られます。で、さらにですね、ここまでの結果っていうのは、もともとの刺激が、ある方位プラスマイナス45度の範囲に限局したようなパターン刺激を使っていたんですが、すいません、これ各場所ごとのプロットですね。が、最近ですね、全方位刺激も使い始めまして、全方位刺激で同じように需要や解析をしてみました。で、真ん中あたりに見えるこちらを拡大したものがここですが、最適な運動方向だけでなくて、速くて少しずれたような運動方向に対しての応答も FSTR の一部の細胞で観察されました。で、まとめますと、ラプラシアンレベルに、
には非選択的な細胞というのは MT や FST や、どちらでも観察されましたし、MT やでは、まあ、FST やでもですが、ラプラシアンとディレクション、どちらにも選択的に応答するような細胞もいました。で、FST やになると、最適な運動方向というのがありませんが、空間的な連続性に対しては、ロバストに応答するような細胞がいました。で、MT やと FST やの空間パターンに対する応答の特性の違いから考えると、空間的な複雑運動の空間パターンに対しての応答っていうのは MT やから FST やに情報が伝わる過程でできていくのではないかと考えています。私からの発表は以上で終わります。はい、ありがとうございました。それでは、質疑に移りたいと思います。質問ある方は、挙手ボタンを押して、私まで知らせてください。聞こえますか？はい、聞こえます。すみません、オーガナイザーで入ったので手が挙げられないので、西田ですか。よろしいですか、岩井さん。お願いします。その最後のリバースコレーションのアナリシスとラプラシアンのアナリシスっていうのが、まあ、両方あるわけなんですけど、そのリバースコレーション的に見た場合に加えて、そのラプラシアンで見たメリットがあるんだろうと思うんですけど、そのすごい単純な人発想ですると、各ローカルな需要や構造を見れば、そのラプラシアンの方のデータも予想できるのか、まあ、おそらくそうならないと思うんですけど、横向きにこう広がっているようなものを説明しようと思うと、ディレクションに関わらず横向きに広がっているっていう絵なので、ただ、まあ、だからちょっとそこが、なんていうか、この今回の刺激操作が、その、なんか今までとは違うメリットがあるということが言えるのかっていうところが、すごいポイントになるかと思うんですが。なるほど。だから需要やマップをしさえすれば、そこからこのに対する応答も予想できるはずだから、いや、はずかどうかそうわでからすなくね。て、それは工事の構造じゃないですか、これはラプラシアンだから。そうで、です従来ね。マップはあくまでローカルにインディペンデントなディレクションを与えているので、基本的には独立に考えていて、ラプラシアンの方は空間的なそのつながりというか、スムースネスをもう考慮しているわけですから、そうですね。それは一段上のっていうか、工事の話になってるんだけど、ただディレクションを狭めて実験してるから、元のやつが、そうですね。ラプラシアンのやつが。だそこがこう、本当にそうなってるのかどうかっていうところは、ちょっと今、わからなかったんで。そうですね。あ、そっか、でもそうか。ラプラシアの実験はぐるぐる回してるんですよね。ベースのディレクションはぐるぐる回しているわけですよね。そうです。だから、刺激自体はある方向プラスマイナス45度に区切っていて、で、それがいろんな方向の刺激がそもそもあるんです。ただ、150パターン用意してそれに対する応答を調べましたっていうのは、これはラプラシアンレベルが一番低いもの、連続性が一番高いものだけ150パターン使って、それに対しての応答を測ってるんですね。だから、空間的なパターンとしてはランダムではないんですよ。ちょっと私もだから今、基本的な質問は、ローカルに見た需要やから説明できないっていうことが言えると、その今回の分析が、今までの研究に比べてこう非常に進んでることになるので、おそらくそこを示すことはすごい重要だなという
はい、ちょっと、ぜひ、その辺ちょっと検討いただければと思います。はい、他いかがでしょうか。あ、沢山さんですね。どうぞ。NTT の吹き上げです。非常に面白い研究の紹介ありがとうございます。1点聞きたいんですけれども、このラプラシアンの研究は、基本的にラプラシアンが低ければ低いほど、応答するっていう細胞は見つかっていて、ラプラシアンが中間程度のが一番ベストとかっていう細胞はあるんですか。このラプラシアンが一番究極的に低い場合って完全にリジットにスムーズな動きになると思うんですけど、これはノンリジットな方がやっぱり応答はしやすいんでしょうか。あ、何か今説明をされているような動きをしてますが、こっちに声が届いていません。真田さんの声が。マイク入ってますかね。あ、聞こえますか。あ、今聞こえました。あ、すいません。ですね、ラプラシアンレベルがこう中間的、もしくは高い側に対して応答するような細胞っていうのは、MT やでも FST やでも見つかっていません。で、まあ、ニューロンの受容野にとって、例えばこのラプラシアンレベルが高いものっていうのは、速度が速いものと、低いものがこう入れ子になっているような状態なわけですね。なので、刺激のパワーとしては、まあ、フィードフォワードモデルを考えると、最適な運動方向の情報っていうのは、ラプラシアンレベルが低い方が単純には考えると高いわけなので、まあ、なんとなく自然なんだろうなとは思います。で、だからラプラシアンレベルが液体らしさと相関するっていうのも、まあ、空間パターンがよりこう強いほど液体らしく見えるということだと思うので、まあ、ニューロンの応答もそれに近いものなんだろうなということを考えています。で、ただ問題なのは、その空間パターンというよりは、その近いものが、運動情報が近いものがローカライズしているかどうかっていうことがポイントなんじゃないかなというふうに思っているんですね。で、そこの工事の、工事の需要や構造っていうのが分かればなというふうに考えています。と答えになってるでしょうか。今の吹上君の質問でこう、ユニフォームに比べて、まだ、その一番ラプラシアンの低いやつだから、一番究極はユニフォームが一番強いことになるんですかという部分の質問だったかと思うんですけど。ああ、そういうことなんですね。それは確かに見てないですね。ユニフォームに対する応答も測っているので、そこは比較できますね。例えばこの左上に見せているものっていうのは、ユニフォームモーションに対する応答なんですね。で、発火頻度だけ見るとここだと80スパイクスパーセカンド近いんですが、そっちの方がラプラシアン刺激のよりも圧倒的に高そうですね。40スパイクスパーセカンドまでしかないので。はい、あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。あ、もう一つ、NTT から質問いいですか。沢山です。ありがとうございます。はい、FST がラプラシアンに感度を持つとして、どれくらいの空間的な範囲の滑らかさを考慮しているのかなというのが、ちょっと気になって、行動の方の実験で、液体じゃないんですけれども、類似した文脈で、布の滑らかさ、動いてる
羽ばたいてる布の硬さを推定するみたいな、研究があって、その行動指標を、いろんな運動特徴で説明するときに、ショートレンジのテクニカルモーションだけだとあまりうまくいかないんだけれども、いろんな特徴プラスロングレンジの、テクニカルフローの情報を入れると、行動がうまく説明できるみたいな話があって、今回の、金棒、ラプラシアンの計算は金棒のものから、定義しているんだと、金棒4つから定義しているんだと思う。どれくらいの、範囲かなということについて何か感じていることがありましたら教えてください。グリッド自体はですね、20度 ×20 度のグリッドで、その中に16グリッド入れてます。で、計算自体はその金棒上下左右同士でやったものの空間平均を取っているんですね。で、それが一つと、受容屋サイズに関しては、受容屋サイズは FST 屋の受容屋っていうのは、MT 屋に比べると非常に大きくて、例えばこれ古い研究ですけども、はい、MT 屋の、エキセントリシティと受容屋サイズの関係がここに示されているんですが、FST 屋のそれっていうのは、それに対してスロープが非常に高いんですね。中心子の方っていうのはそんなに受容屋大きくないんですが、ちょっと離れると非常に大きなエキセントリシティに対して2倍以上の、関係があるということが知られているので、まあ、空間的なその加算自体は、より広い範囲で行われているというふうに考えられます。リバースコリレーションの解析はかなりこの授業員に対して狭い範囲の窓で見てるという。そうですね。リバースコリレーションの解析はその窓自体はアービチュラリーに決めていて、なのでちょっと正確には覚えてないんですけど、だから 8×8 グリッドにしているので、20度の、そうですね、でも、そうですね、そんなに広くない、数度ですね、一つのここの範囲が例えば数度の範囲になりますね。だからどれぐらい遠くの情報が必要になってくるのかっていうのは、どういうふうに解析をすればいいのかっていうのはちょっと考えないといけないですね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、なんかその辺で計算方法でなんかアドバイスがあれば、お伝えします。はい、NTT 以上です。はい。他はございますでしょうか。僕も布にどうやったら布とかどうにも適用できるのかなと思いながらお伺いしてたので、小山さんの、はい、助かりました。では特に質問がもうなさそうなので。今日は、お時間もお時間ですので、今日はこれで終わりにしたいと思います。真田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうやって切るんだったっけ。